俺が17の時ってどんぐらい強かった？全然強くないっすよ。カスだよ、カス。カスだよ、本当に。17の時でしょ、2年前。2年前は多分、なんかバロラントニュースに取り上げられた時期ぐらいかな、多分。俺がレディアント踏んだぐらいだから。で、あの頃はなんか JP ホープだ、JP ホープ、JP ホープって言われたけど、今となればもう年寄り。終わった。過去の栄光です。そのね、今と違って知識がなくて、ただ打ち合い全振りみたいな、打ち合い全振だったから。17の頃はね、視点も若かったし、反応速度も速かったけど、ただゲーム理解度がマジで、今が80だったとしたら、10ぐらいしかなかった。10でレディいけるなら10でいいです。そのスクリームとランクがさ全然違って、その時俺ランク配信だったから、ランクオンリープレイヤーだったから、まあ無所属でチームやってて、チーム連ちょっと やらせてもらってて、で俺がちょっと強くなったぐらいで、ネスター、もともとフォートナイトのチームだったんだけど、ちょっとバロラント部門作りませんかって俺が言って、でとりあえず俺が呼びたい、ハッティ、ティフィ、アルファ、ゴマをまず呼んだんだよ、俺が。でそしたら全員やってくれるってことになって、でアルファさんがでも社会人だから俺あんま練習できないかもってなって、代わりの人ちょっと牧場くんとか紹介できるんだけどみたいなこと言われて、牧場くん紹介してもらって、じゃあやろうよってなって5人が揃った。 CSGO 出身、 CSGO でめっちゃ知識あるやつらに教えてもらって、ネスターが解散したタイミングで、ボルズから、ちょ、お前トライアウトなしでいいからノーセブ来ないかって言われて、あ、トライアウトなしか、それいいなと思って行って、なんかボルズは打ち合いが強い、なんかランクで最強のやつはチームの知識がなくてもいけるだろうみたいな、先生打ち合い大前提みたいな。 CR 入る前他のところからも声かかった、結構悩んだよ。 CR にした決めて、もともと俺とポポがその一緒にやりたいっていう話をしてて、で そんな時になんかいろいろチームから声かかってきたけど、アステルとマンチかな、アステルとマンチがちょっと一緒にやらねえかって、 CR で一緒にやらねえかって誘ってきて、はい行きますってなったね。